福岡市城南区で開かれた国際 NGO ペシャワール会の報告会には200人を超える会員や支援者が集まりました会場ではアフガニスタンのスタッフとやり取りしている藤田千代子さんが干ばつの厳しさに加え去年8月からイスラム主義組織タリバンによる支配が始まった結果制裁を受けて経済が混迷していると現状を伝えました また会として2001年以来の食糧支援を実施したことを報告しましたその上で今後も政権や住民と協議し理解を得ながら活動を進めたいと話しました